有馬香カオル12月15日から1956年1月23日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。旧姓、渡辺、宮崎県出身。父、渡辺康介、母三つの四、男として生まれる。1914年12月、海軍兵学校を卒業し、1915年12月、海軍将尉に任官。 海軍法術学校高等科で学ぶ。熊、浅間の各分隊長、第五号駆逐艦法術長、今後分隊長などを歴任し、1927年11月、海軍大学校を卒業。1926年12月、海軍少佐に昇進。1927年12月、海兵教官兼幹事に就任し、役も法術長。 第2県外艦隊参謀、軍令部出資などを歴任。1932年1月、海軍中佐に進級し、軍令部参謀兼、海外教艦、県参謀本部員に就任。1935年11月、第1戦隊参謀に発令され、第3戦隊参謀を経て、海外教官となり、1936年12月、海軍大佐に昇進。 1932年8月、第二艦隊参謀に就任し、海外教官、死な方面艦隊参謀、県中死な方面軍参謀、教育局、第二課長などを歴任。1939年11月、熊野艦長に就任。以後、比叡艦長、佐世保陳守付,付を経て、1941年9月、二号艦、偽装委員長となり、 1942年8月、武蔵初代艦長に就任した。1942年11月、海軍少将に進級。1943年6月、軍令部出資となり、海兵共闘県幹事長、県区で練習戦隊司令官を歴任。1944年2月、第4根拠地隊司令官権、第2海上護衛隊司令官に着任し、 トラック島付近の防衛と海上護衛を担った。以後、第4艦隊参謀長、県第4艦隊補給長、南西方面艦隊司令部付、第31特別根拠地帯司令官を務める。1944年11月、南西方面艦隊参謀長となり、第13航空艦隊参謀長、第3南遣海艦隊参謀長、 第31特別根拠地帯司令官を兼務し、終戦を迎えた。1945年11月、海軍中将に昇進し、1949年1月に、委員。昭和15年から終戦までの5年間にまとめた文書が、2001年に御用書房から、帝国海軍の伝統と教育、不、秘党作戦の思い出、戦艦武蔵初代艦長南西方面。 艦隊参謀長、有馬薫の意向として出版された。ありがとうございます。